皆さんこんにちは、原田博之です。原田博之の語り引きライブアンコール気分、リクエストをいただいてという感じなんですけど、ちょっとリクエストがないときは私自分のやりたい曲やらせていただくことにしてましてですね、またいただいたらやりたいと思うんですけど、ハヒフノカとい う演劇のチームがあって、そのチームでお芝居のたびに曲を書くんですけど、その中からキューティーという曲、メンバーと一緒にアーダコーデって歌詞を書くっていうね、なんかそうやって作るのもまた楽しいなと思ってるんですけど、もう一曲ちょっと前の新曲ですけど、こんな曲、まあながら
大好きになっても大丈夫、そんな私を育ててく、後のことすべて神様に預けて、まだ見ぬあなたが僕を探している、まだ見ぬあなたを僕も探している、帰り道立ち寄る一人の食事もそれなりには楽しんで過ごすよ、愛の運もかけてみるけどそんなにはうまくいかないよ、大好きになっても大丈夫、そんな自分を育ててく、後のことすべて神様に預けて、まだ見ぬあなたを私も探している、まだ見ぬあなたを僕も探している、大好きになっても大丈夫という曲でした。まあちょっとずつ新曲も、ここでも発表していきたいなと思っています。また来週。おまけのコーナーになりました。12月の第1の日曜日に鳥取に行くんですけど、あの鳥取の店の曲をゴールドラッシュ、最高の輪が鳥取にあるゴールドラッシュ、愛すべきマスターの名は川ちゃんゴールドラッシュ、生かした仲間が集まっているゴールドラッシュ、鳥取といえばゴールドラッシュ、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 というわけでございまして、ゴールドラッシュという店で、鳥取にあるね、もう名店でございます。ショットバーなのかなと思ったらちょっとバーって書いてあるっていうね、本当に生かした店なんですけど、そこで、日曜日にライブをします。よかったら来てください。またサウンドロゴ聞いてください。今日はありがとう。